皆様、今回やってまいりました。はい、私一人でございます。単独聴講に来ております。長崎の離島の方になりますね。今日はハルイカ狙ってみようかなと思っております。私ですね、今年ですね、デュエルサポーターを目指して1年間頑張っていこうと思ってインスタグラムなどをやっております。こちらの登録よろしくお願いします。デュエルサポーターへの道、いざ出陣。あ、いや、ダメや、ダメや、ダメや。デュエルサポーターへの道、ビッグボス俺やで。違うな、なんかいろいろふわふわしてるな。デュエルサポーターへの道、三角形の三角形のおもちびを、あ、やめた、やめた、行く。はい、皆さん一発目見てください、このシャロー、イソー、ちょっと行ってみましょうね。まず一頭行ってきます。一頭目行ってきます。はい、ちょっと深いとこを来ました。まあ日中はね、これね、軽オレンジダークグリーンで、おお、来たの、ナイスです。おお、でかかっすね。さっきやられちゃった。すごいすごい。いや、これ2キロじゃ効かんない。いや、そいつ相当すごかっすよ。来ましたね。よかったです。さあさあ、よかったよかった。でーん、ゼロゼロですね。900なし。はい、おはようございます。今日朝まずめに来てます。延長戦です。一人聴講です。頑張ります。いいとこなんですよ、見てください。いいとこです、いいとこですね。いい深さなんですよ。飛んだわらですからね、これ全部。来てる。皆さん大変です。カメラの電池がおかしい時に釣れちゃったから、大きいの測りましょう。すぐ測りたい。はい、皆さん見てください、これもう大好きって。ちょっと測ってみましょう。測りたい測りたい、キロあるから絶対。はい、ゼロゼロになります。これいきますよ。このエビ級で行くところがいいですね。1キロ90 1キロ90 1キロ80 1キロ75ということになります。イカ袋がこれだから、見て、入るかな、入る、入れようね。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。おいちゃんのイカめちゃめちゃでかかったやばかったろ。2キロあるよね。さってやられとったろ。さってやられた。あれちょっとしか映ってないだけど、もうずっとチラ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 ずっと見てなんでずっとしかも湾内やったよ、ね、湾内、うん、俺も行こうかなって思ったんだけど、うんうん、潮が何しろもう動いてなかったから、その日もう絶対外よなって決め込んだ俺がバカ。痛い。まあいいでしょ、まあ、もうちょっと本当はね、うん、大きいのを狙ってたんだけどね、うん、
いろんなところで売ったから、まあレベルアップしたでしょ。長崎の新規開拓で釣ったはいはいイカって、あれエビ級ですか。すいません、エビ級ではありません。引っ掛けたかったから、多分エビ級出してたやつですね。どれで釣った。Kオレンジダークグリーンでございます。すいません。離島の方は離島もじゃない、離島も KO だった、うん、KO レイやったと思う、多分。すごいね。でもちゃんといろいろ変えてますよ。いろいろ変えてるけど多分 KO レイやけ反応してるっていうことっていうことですね。リアイソも多分同じぐらいは使ってるはずだから、はいはい、でも今回はリアイソでは来てなくて、うん、KO レイで来てるっていう感じですかね。昼の兆候はやっぱ KO レイ強いのかな。そうっすね、ゴールデープが強い、うん、ゴールデテっていう。ゴールデンウィーク思ったんですけど、うん、釣り人めちゃくちゃ多くて、うん、いいな、賑わってていいなと思うんですけど、汚れがめっちゃ、あ、ゴミ、うん、エギのカスのケース、まあそれを拾って帰ったんですけど、うん、寂しい気持ちにもなったりするっすよ ね、 ね、まあゴミはね、皆さん落ちてるゴミを拾って帰ろうねっていう話じゃなくてね、自分が出したゴミはね、うん、そう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 、はい、それだけでいいんで、うん、全然当たり前のことなんですけどね、うん、動画で発信している以上ね、うん、こういうこともね、現状もお伝えしながらやっていきたいと思いますんで、うん、ぜひよろしくお願いします、はい、これからもデュエルサポーター目指していきますので、皆さんも応援よろしくお願いします。お願いします。これ見てデュエルサポーター絶対なれるんだろうなって思う方はチャンネル登録、高評価ボタン、はい、僕インスタグラムなんかもしてますので、はい、フォローの方よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。それではまた来週、はい、お疲れ様だ、お疲れ様です。